どうもビーートボクサーのマサです、えー、今回はですねサンバホイッスルの講座の動画となりますえー、っとサンバホイッスルの出し方としては、えー、まず3つの、ね、方法があります一つは誰でもできるね、えー、口笛を使った方法となります、えー、口笛本当に誰でもできるかなと思うんですが、まあ、まあご存知の通りこういう音ですよねこれにある一工夫を 食えるだけでホイッスンの音に近づくかなと思います。えと、ー、ですね。そのある一工夫と言いますのはえー、地声ですね。地声うん、うんうん。これね。普通にまあ、男性なら低い声出るかなと思うんですが、まあ、低い声じゃなくても。まあ、ある程度自分の最大限の低い声を出していただければ、えー、それと。口笛を合わせると一緒に同時に出すんですね。同時に出すと。<laughs> こういうこう濁った音というか。 まあその2つが混ざった音になるんですねそれがホイッスルっぽく聞こえるとそういう原理となっております、えー、これができたらですね次は2つ目のステップハブエを使った方法に移っていただきたいなと思います、えー、ハブエを使った方法というのはまずハブエがどんな音かっていうのはわからない方多いと思います、えー、こういう音です単体でやると、えー、こんなような音ですねこれのやり方はですね まず、えー、下を上下の歯でこう両端を挟んであげる感じですねあの前は挟まなくてよいんであの両端を挟んであげる感じですそして、えー、そこから空気を押し出してあげると <noise> こういう感じになりますね口の形は、まあ、僕はこれでやるとやりやすいかなと思うんですが、まあ、結構ね人によってこう,こういう形であったりとかなんか こういう形であったりとかね、いろいろあるみたいなので、それは人それぞれやりやすい方法があると思うんで、それを見つけていただけたらなと思います。で、えー、ハブエェイと地声を混ぜると、<laughs> <laughs> こういう音になります。これを目指して頑張ってみてください。え、そしてこれができたらですね、一番いい音を目指す三つ目の方法に進んでいた,い,いただきたいなと思います。 3、えー、つ目の方法というのは、下笛を使った方法となります。えー、下笛、どんな音って思うことが多いと思うんですが、えー、シューシューこういう音ですね。まあ、えー、有名なビートオークサーですと、うん、大地さんは本当によく使いますね。まあこれ、下笛を使ったサンボホイッスルをよく使います。えー、これはですね、結構難しいんですよね。本当に。えー 自分も苦労しました。最初できるまでにえ。まずですね、下笛ができるようになったら、まあこういう口ですよね。で、えっ、ー、と、下を挟んでるんじゃないですか。で、その挟んでる状態はそのままでいいんですが、その挟んでる状態の下の部分を、えー、湾曲に、湾曲させていただくというか、下がこう、歯笛の時まっすぐになってると思うんですが、えー、そうですね、ちょっとこう、歯で挟んでて、で、こう、 下をこう押していただくというかでそうすると空気の通り道が狭くなるんですねこの曲がっている部分からしか出なくなるので,でその状態で空気を出してあげるとこういう細い音というかになるんですねであとはもうこれさえできれば簡単ですあとは今まで通り地声を混ぜていただければプシ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 このようなねすごいキレのいい音となります まあこれはね、すごく完成形に近いと思うので、えー、これを目指して三本保育する練習頑張っていただけたらなと思います。えー、参考になりましたらグッドボタンをお願いします。それと、えー、コメントもよろしくお願いします。えー、コメントでね、わからないとことかあったら、えー、質問してくれれば答えられる限りで答えたいと思いますので、とあと、えー、他の音のリクエスト、講座のリクエストとかあればコメントの方に。 書き込んでいいたただけたらなと思いますというわけで頑張ってやってみてください。<coughs> じゃあね、次の動画でお会いしましょう。<coughs>